僕と触ってもいいですか。いいよ。なんか珍しいなと思って振ってみればいい。ここが珍しいんですよ、これ。これはね、はい、ちょっと素振りしてみる。いや、のぼるさん持って。いや、ここの、これ竜ですか、うん、ああ、ああ、竜。かっちょいな。かっちいいっすね。なんかこれ石が埋まってる。石が埋まってるんでしょ。これで凄まれたらビビるね。これは強いっすね、うん、これは売り物じゃないですよね。これは売り物と違うですよね。どうしてもって言われたら。いやでも高い、絶対高いでしょこれ。高い、うん、素材もなんか、うん、木もなんか珍しい。これ何の木なんですかね。だから鉄塔木っちゅう。あ、鉄塔木か、鉄塔木、鉄塔木か、鉄塔木っていう木。鉄塔だけどこれ鉄塔木っていうぐらいからやっぱり強度がすごいってこと、うん、もう普通の、うん、これで木刀を作ったんやんか一本、はい、うん、ほんで自分の居合やってるからな、うん、はい、ほんで居合の練習にこの刀をそれで持って行ったわけ。はあ、相手の木刀みんな叩き割ってしまった。あいつか。もう勝負にならんじゃない。うん、だからもうこれは使わんといてくれ言われてな、うん、でこういったのも全然へし折るみたいな、それぐらいの。これはこんなもん簡単にへし折る。簡単に。じゃあ人間の骨なんか簡単にこう。もうこうして肩の合わせて、うん、ポーンともう、うん、合わせただけでもう、うん、へし折る。人間なんか粉々だよ。粉々や。